絞首刑は残虐かつ非人道的で人権侵害にあたる。おととい、大阪拘置所に収監されている死刑囚3人が絞首刑の差し止めなどを求め国を提訴しました。訴状などによると、原告側は刑によって受刑者の体が損壊するなど残虐で非人道的な結果になる可能性があるとし、国際人権法に違反すると主張しました。しかし、この提訴に対しツイッターには多くの批判の声が。殺人の被害者は残虐に殺されているんだが、遺族の無念も考えればむすっとだけだけし、逆に残虐じゃない死刑がどんなものなのか知りたい。では絞首刑以外の死刑はどうなのか。比較的残虐ではないとされている薬物による死刑執行ですが、去年アメリカネバダ州で死刑囚自身が薬物は違憲とされるほどの痛みと苦しみを伴うとして銃殺刑を求め物議に。一方、 EU ヨーロッパ連合が加入の条件に死刑廃止を求めるなど、世界は死刑自体を廃止する流れに。アメリカも半数近くの州で死刑を廃止、韓国も1997年以降死刑が執行されておらず、事実上の死刑廃止に。絞首刑は残虐な刑罰なのか、死刑そのものの是非は。法律の専門家2人を交え考えます。はい、お二人いかがですか。一旦残虐として仮定して話しますけど、それって何のために必要なのかなって考えた時に、遺族はそれによって何をしたって浮かばれないし報われないのかなと思って、だとしたら抑止力なのかなとかを、まあ多少それで収まることはあるかもしれないけど、でも、もうそもそも死にたいっていう人もいるじゃないですか、そういう事件を起こす人の中では。そういう人に対してはもう抑止力でも何でもないのかなと思って、じゃあなんで必要なんだっけなっていう、まあ、最初に戻っちゃったんですけど、そういう印象ですかね。はい、どう考えればいいんでしょうかね。金近さんいかがですか。僕も完全にその抑止力というか見せしめのものだと思ってるんで、これ甘かったら多分許してくれないだろうっていう、世界がというか社会がというか。だからそのいたずらに命を奪うだけで何の意味になるんだろうとかも考えちゃうんですよ。それだったら生かしといて何かのためになることをさせた方が絶対に意味になると思うんで、だから残虐であればあるほどどうせみんな納得するんだろうとは思っちゃうんですよね。だからまあそうですね、そういう、死刑って考えた時になきゃ ないで誰かが絶対に痛めつけるような世の中になっちゃうわけで、ちょっと難しいです。そうですね、まあ、ですから、あの死刑の執行の仕方が残虐なのかどうなのか、残虐性を考えるにあたっては死刑そのものが必要なのかっていうところにやっぱり行き着いてしまうところがありますから、まあトータルで考えて、そして海外は今どうなっているのか、そういったことも含めてですね見ていきたいと思います。ではゲストをご紹介いたします。絞首刑は残虐であるとして執行の差し止めを求めて提訴した死刑囚の代理人弁護士でいらっしゃいます、水谷恭司さんです。水谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、絞首刑は残虐な死刑執行ではないというお考えの同じく弁護士でいらっしゃいます北村春夫さんです。北村さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さて、まずはですね、今回訴えましたのは10年以上収監されています死刑囚3人です。水谷さん、早速ですけれども、この、まあ、残虐だと訴えてらっしゃる絞首刑ですけれども、どういうところが、どういう意味で残虐だと訴えてらっしゃるんでしょうか。この残虐性というのもですね、2つの指標で主張しています。1つは、執行を受ける死刑確定者本人が感じる残虐性ということですね。それともう一つは第三者が見た時の客観的な残虐性というものです。で、いずれもその執行の瞬間に生じるものと、それから執行後そのご遺体にどんな損傷が生じるかという点からも残虐性の指摘をしています。フリップにも出していただいてますけれども、例えば
公主刑、今の日本の公主刑はおおむね3メートルから4メートルぐらいを一気に落とすというような執行で行われていると言われていますけれども、その時の衝撃によって例えば首の一部あるいは全部が切れてしまう可能性がリスクがある、あるいは、縄がしっかり仕掛かったとしてもですね、しばらく数秒から長い場合は数分にわたって意識が残っている、脳の血流が止まるまでの間は意識が続いていると考えられますので、その間首に全体重がかかっている状態、その際の苦痛であるとか痛みであるとか、あるいは首が一部引きちぎられるような苦痛というのを感じるということです。そのような点で非常に残虐でかつ非人道的であるというふうに主張しております。はい、ありがとうございます。今ご覧いただいているのが、どうぞどうぞ、まだありました、どうぞ。はい、で、これらの、ね、その残虐性というものが日本も批准している国際人権 B 規約、いわゆる自由権規約のが禁じている残虐な刑罰、非人道的な刑罰、あるいは恣意的な生命の剥奪に当たるというのが我々の主張です。ありがとうございます。北村さん、ご意見を伺えますでしょうか。はい、どのようにお考えですか。はい、まず憲法はですね、残虐な刑罰を禁止していますと。で、憲法の解釈、まず私は憲法で考えるべきだと思うんですけど、はい、憲法の解釈っていうのは過去歴史的にどういう刑罰が今まで世界で日本で課されてきたか、これを検討した上で、そして残虐、そのうちの残虐な刑罰を禁止するというふうにされているわけです。で、残虐な刑罰として代表的なのは、新王朝で行われてきた領地刑、これ領地刑っていうのは極めて残虐で、人が生きている間少しずつ体を切り刻んでいく、少しずつ切り刻んでいくというもので、これは文明国から見たらこれ明らかに残虐だよねと。で、日本でかつて行われた火炙りの刑、これ人を焼くわけですから、江戸時代まであったんですね。江戸時代までありました。はい、あるいはその釜茹での刑、これも大変残虐だ、これ文明国がそう思ってるという意味なんですね。で、日本の意識として、日本人の意識としてこれは残虐だよね、そういうものと比較して考えるべきものなんですね。はい、死刑の是非というのはさっきありましたけれども、死刑の是非はまたちょっと議論が別の問題なので、まずこの公主刑が残虐かどうかという観点をよく検討するべきだと思うんですけど、はい、その場合には過去に日本で世界で行われた刑罰との比較で検討してっていうのが憲法論の基本的な考え方で、それがまず出発点になりました。はい、で、その後、70年余り経ったわけですから、日本人の意識が変わってきたのかどうか、公主刑は少なくとも当時、憲法制定当時に残虐だったという考え方はほぼなかったと思います。社会一般に。で、それが70年経って果たして多くの人がこれはもう残虐だよねと思うようになったかどうかということがまず問題と。はい、そして何よりも重要なのは、日本で死刑を執行される方というのは単に殺人を犯した人ということではなくて、罪のない人をむごたらしく殺した、あるいは複数殺した、非常に残虐な仕方で殺した人であるということなんです。これは裁判例も言ってますけど、残虐かどうかを判断した裁判例も言ってますが、それだけ残虐なことをした人がこの死刑の執行の仕方を見て、比較してみて、これ本当に残虐なんですか、残虐っていうのは一個だけ見て決めるものではないと、トータルの判断だよねということだ、そこは忘れてはいけないというふうに思います。北村さんがおっしゃったようにですね、70年以上の前のことではありますけれども、これ公主刑について最高裁まで行った裁判がありましたと。この時にはですね、死刑イコール憲法36条の残虐な刑罰に該当しないということだったんですね。今先ほどもありましたように、火炙り、貼り付け、晒し首、釜茹でのような残虐な執行方法は憲法違反だということですけども、それに公主刑は該当しないということだったんですが、ここで一つですね、こういう言葉も加えられている。
ある時代には残虐でないとされた刑罰が後の時代で反対に判断されることもあり得るという意見もついた、加えられてたということですね。70年以上前で、まあ、北村さんおっしゃったようにこの間でまあ変わってきたかもしれない部分もあると、今改めて考えるってところはあるかもしれません。水谷さん、ここはどう見てらっしゃいますか。まさに北村先生も先ほどおっしゃられたように、最高裁がこの死刑は残虐ではないと述べたのは1948年、今から70年以上前の判断なんですね。当時はまあ第二次世界大戦が終わった直後の、また戦後の混乱が終わっていない状態でした。で、その時の人権概念と70年以上が経過した今21世紀2022年の人権概念が全く同じかというと決してそうではないと思います。で、今回我々がまあ訴状の中で中核に据えている主張ですけれども、これは1966年に国連総会で採択された国際人権 B 規約、いわゆる自由権規約を根拠、主たる根拠としています。これは、日本も1979年に批准しているんですけれども、この自由権規約の中に示されている残虐な刑罰の禁止というのは、おそらく国際的にも普遍的な人権概念として、各国が批准しているはずでして、この現代の人権概念基準に照らして本当に日本の公主刑が残虐でないのかというのを改めて、しかも抽象的な概念ではなくて具体的に死刑執行、公主刑の執行によって何が起きるのかということを事実を知った上できちんと議論すべき時に来ていると私は考えています。水谷さん、その条約に批准している他の国々は全部公主刑禁止にしてるんですか。例えば、パトリックさん、ハーラさんもご存知でしょうけど、アメリカではですね、もう、19世紀のうちにニューヨーク州で公主刑というのは残虐な刑罰であるという、結論が出て、その後電気椅子であるとか薬物、ガス殺といったようなより残虐でない方法での死刑執行というものを選択し、アメリカはそうですけど、他の加盟国はどうなんですか。はい、EU もそうですね。 EU はすでにその死刑廃止というものが EU 加盟の基準になっていますし、今出ていますけれども各国の死刑方法ですね、この斬首とか公衆といったような選択はありますけれども、それぞれが、まあ、残虐ではないという批准国も主張してはいますけれども、我々はそれを改めて、具体的事実に基づいて審理をする、事実によってそれを実証するということをこの裁判の中でやっていきたいと思います。ありがとうございます。宇佐美さん、どうですか。そうですね、まあ、なんか北村先生がおっしゃっていることっていうのは、死刑っていう制度も国民の理解のもとにあるべきだということで、死刑、まあ、悪いことをしたら、とてつもなく悪いことをしたら、最後は死刑に なるべきだということを国民の多くは思っていて、それはある種その更生のチャンスを奪うわけでって、禁錮とか懲役っていうのは更生するチャンスがあるわけですけど、そのチャンスを与えないっていう判断を、まあ、制度として認めているわけで、そういう時にある程度の苦痛はあって叱るべきだということを日本人の大部分は思ってると思うし、私自身も思うわけですよ。もう本当になんかこう安楽死のような快楽のような死に方をする死刑みたいなことは、それほど別に財源に負担かけなくてもできるんだろうとは思いますけど、それを私は望みませんよね。で、まあ、その別に死刑だけ見るとその死刑を廃止している国があるわけですけど、じゃあアメリカ死刑判決廃止してるけど、じゃあその、まあ、警察が年間1000人以上撃ち殺してますよねみたいな、まあ、ヨーロッパもそうですよね。日本はそういうのがないわけですから、まあ、そういう中でなんか悪いことがあったときに最終的に、まあ、死というものが待っているということ、待っているということは多分結構国際的、まあ、世界的に認められる、ているなんですか、倫理観だと思うんですよ。だから私はもう公主刑で全く苦痛がないかって言ったらあるんでしょうけど、いや苦痛はあってしかるべきだし、残虐性っていうのは残虐性がわずか 0.1 でもあったらいけないんだっていうもんじゃなくて、まあ、例えばなんか100あったら、まあ、10超えたらダメだけど10以下だったらそれはまあ国民の理解があれば認められるべきだと思うんで、そこになんかその国民の理解を飛ばして国際人権法とかそういうなんか国連が言ってるかどうとかそういうとこを持ってくるのは私はすごい反発がありますよね。だからまず日本人一人一人にその納得いく死刑とは何かっていうことをちゃんと、まあ、水谷先生たちにそこは逃げないで説明してほしいと思いますよね。うん、もう一つ、まあ、論点としてですね、兼近さんが最初におっしゃった抑止力という意味で言うとですね、そもそもその死刑があることによってこんなことはしてはいけないんだと思わせる意味で言うと、今なおですね公開処刑を
実施している国もあるということですね。なぜこれが逆に言うといけないのかということも含めてですね、木村さん、ここは押さえておけば、押さえておかなきゃいけない話かと思います。いかがでしょうか。はい、まあ、公開処刑というのは確かに行われている国もありますと。ただ日本人の感覚として今それを望んでいるかといえば、まあ、おそらく多くの人は望んでいないと思うんですよね。でそれは抑止力という意味であるかもしれないけども、そこは望んでないと思います。ただ一般的に死刑に抑止力が全くないんだという議論が確かにありますけど、うん、死刑廃止論者の方からすると、うん、でもこれは実は検証できない話なんですよ、うん、正確に検証するのはほぼ無理な話なんです。ただ我々の実感としてはですね、少年が凶悪な犯罪を犯すときによく少年がかつて言っていたのは、俺はどうせ何やっても死刑にならないんだというふうに言っていたことは確かなんです、まあ、逆に言うとその人は少なくともその人は死刑になる可能性があればやらなかった可能性はあるとは思ってます。はい、ありがとうございます。水谷さん、まあ、ここまでさまざま話が出ましたけれども、改めておっしゃりたいことをここでお聞かせいただけますでしょうか。はい、まず先ほどのご指摘の中でね、その死刑を廃止している国でもその現場で射殺していることが多いではないかと、それに比べれば人道的だというようなご指摘があったと思うんですけれども、そうではないんですかね。その要は現場での射殺っていうのはそのさらなる危険を排除するためのね、緊急避難というようなものであって、やっぱり処刑、裁判を経た上での死刑処刑というものとは次元の違うものだろうと思います。それを同列に論ずるというのはちょっと違うのかなと。で、国民にちゃんと理解をしてほしいと、させるべきだというご指摘については、まあ、おっしゃる通りだと思うんですが、まさにこの裁判の中で、日本の死刑執行、公主刑執行の現場で実際に何が起きているのかということをきちんと知った上で、改めてその公主刑というものを存続させるべきなのかどうなのかということを知った上で議論すべきだと。現在日本では、死刑執行の事実だけは公表されていますけれども、うん、具体的にどのように執行されているのか、その執行によって具体的にどんなことが起きるのかということは完全に秘匿されています。やはり、損廃を議論するのであればきちんとした情報を開示して、透明性のある死刑執行の実態というものを した上でですね、その上でなお必要があるのかどうかを議論すべきだろうと思います。水谷先生は電気椅子だったらいいんですか。はい、水谷先生は電気椅子だったら受け入れるんですか。いや、電気椅子が残虐であるという議論もありますから、それはどこまでいっても執行方法の残虐性というのは徹底的に事実に基づいて検証しなければならないと。水谷先生はどういう死刑だったら受け入れるんですか。 現時点では我々としては公主刑がふさわしくないというふうに主張しています。その上で具体的な執行方法というのは改めて検討すべきだと思うし、その過程で死刑そのものの損廃というのも当然議論になるだろうと思っていますので、それは誰が考えるんですか。私から積極的に、国民全員です。国民全員で望ましい死刑のあり方を考える、うん、最終的にはそっちに持っていきたいということですかね、うん、考えるきっかけを作りたいってことでよろしいですかね、うん、最終的には考えるきっかけにしていただきたいとは思っています、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。